はい、そしたら、えー、と今日は、えー、と水中前回はねあの海の中とか水中で、えー、岩石片が沈んでいってっていうところまでやりましたのでその後、岩になるにはどうなったら、えー、岩になっていくのかっていう勉強をしていきたいと思います。まずはお、さて、えーと、今日のお話に。 なりますけれども、も今日は資料集、もし近くにあったら、資料集を横に広げてお話聞くとまあ、分かりやすいかなと思います。でない人はロろいろで送っているので、この資料集を開きながらやってください。では今日は堆積岩の勉強です。堆積岩ってまああのいうのは、水の中で堆積したものが岩になったものですけれども、え3つに ままず大きく、ね、分類されますで A は何かというとこれは岩石の岩片が堆積したものです。岩片というのは元火星岩のことですもともとねマグマが固まってできたもののことを火成岩と言いましたよねで。それが風化とか浸食でボロボロになって岩片になりました。 で、B っていうのは、これは、えっ、ー、と、生物の死骸とか、それから、その生物由来の溶け出したものが堆積したものです。例えば、こんなの見たことある、これ。これ、これ。見えるかな 先生の顔っていうか、持ってる貝見えるかなこれ何貝かわかるちょっと画面変え、あ、いけるかな櫛みたいね。うんこ。とても痛いですね。これなんかほ作り物みたいですけれども、これはあの骨貝と言います。骨貝。 あ知ってる人いてんだよね。コネガイ。ねこれ、うん面白いね。で、これ、あの、貝って、あの、まあ、見たこととか食べたことあると思いますけど、貝殻の主成分って何か知ってますかちょっとチャットでお答えください。貝殻の主成分って何かなあ、そう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 。そうそうそう,そう。 まあ、石灰っていう人もいるかもしれへんけどもカルシウム、カルシウムですね、カルシウム、炭酸カルシウムというものですね。あの骨の成分も同じですよね。まあ、こういったあの魚とか、ね、あの海の中でいっぱいいてますけれども、そういったものがあの芯で溜まっていくと、ね。それが溶けて成分に戻るわけですね。だから B はあの生,生物の まあ成分って感じ。あのあの魚芯で魚が積み重なってできた岩ってちょっと気持ち悪い感じよね。<laughs> なんかそういうことじゃなくて、その成分に戻って細かな粒子に戻って堆積すると。続いて C は火山灰。まあ、火山噴出物ですね。 まあ火山灰っていうちっちゃなものもあればあの大きな塊がズボッとこう固まるときもあります、まあ、大きく分けてこの3つに分類されていますさてもうちょっと細かく見ていきたいと思います下の表ですねで上のところはここは A のところで真ん中が B 下が C だと思って 岩辺、えー、には3つありましたね。何やったか覚えてますか、えー、とおも重たいっていうか大きいものから順に、歴き、砂、泥この3つありましたよね。えー、大きいものから順に、歴き、砂、泥 まあこんな感じ。いけますかで、えっと、まあ、書き方はね、0.06ミリっていう表記もあれば1、16分の1って書いてる場合もありますので、まあ、ちょっと注意しておいてください。で、えっと、泥が固まってできた岩のことを、こんな感じで書きます。砂も同じですね。 で読み方がちょっとややこしいので、振り仮名振っておきますね。上から、霊岩、砂岩、液岩。じゃあ、泥、砂。だから、堆積するものと堆積岩って非常にネーミングが簡単ですね。 岩という漢字をつければいいわけですけれどもでそれぞれどういうところでたまるかというと陸地から、えー、遠い静かな海でできるのが泥岩砂岩っていうのは、えー、海岸近くの浅い海らへんでできます 磁岩はあの大きな,なんてか粒というか岩なので、えー、と海岸付近とかこの間 Google Earth チャレンジもやりましたが扇状地でもよく見られる岩石だそうです。 よく海とか海岸に行くとこういった石とか開けへんこんな丸くなってるやつ。これは砂岩ですけれども、つぶつぶもね、中に見られると思います。続いて、えー、生物のもともと生きとったやつの、まあ、成分、生物の成分が固まったものとして、1、えー、つはシャート。 もう一つは石灰岩。うんね、水切りとかねする、したこともあるかもしれませんね。で、チャートとか、えー、石灰岩っていうのは言葉聞いたことあるかななんかこの間、ブラタモリかなんかでやってたみたいですけれどね。チャート。で、<laughs> えー、ここは生物の死骸うん。で、チャートの主成分は二酸化ケイ素 SIO2。 二酸化系素 <laughs> これはガラスの主成分と同じですね。あの放酸虫っていう、まあ、海の生き物の体はこの二酸化ケイ素っていうものであのできているそうです。それから石灰岩というのはあの炭酸カルシウム。 カルシウムって CA って聞いたことあるかな炭酸カルシウムでできているのが、まあ、石灰岩です。で、あのー、チャートと石灰岩ってちょっと似てるんですね、見た目に。あとで写真見てもらいますけれども、あの野外行くとほんまにわからないんだって。で、そこで、 あの最終手段、まあ、ある程度そうかなって思うけども決定だとして塩酸をかけるとあの溶けるか溶けないかで判別するそうですさて問題ですチャットとあごめんチャートと石灰岩どちらの方が塩酸で溶けると思いますかチャットでお答えください塩酸で溶けるのはどっちやと思いますかチャートか石灰岩どっちでしょうか の。おおおチャート石灰岩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 チャートチャートチャート石灰岩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 あ石灰岩多いねこれ正解は石灰岩です石灰岩大理石とか いうのは石灰岩がまた熱の変性作用で固まったものを大理石と呼びますね。あのチョークとかも同じ成分でできています。でなのでえっとまあ野外に塩酸って持ってねあの行くっていうこともあるかもしれないけどあまりないと思うのでえっと少し石を取ってきて、えー、研究室で塩酸をかけてみるとまあどちらかということが判別できると。 で、塩酸をかけて、溶け、上は溶けないので、えー、気体も発生しません。で、下の石灰岩の方は発生します。で、何が発生するかというと、さっきね、チャットにも書いてくれた人が言ってましたけれども、二酸化炭素という気体が発生します。シュワーッと発泡するんですね、シュワーッと。 で和歌山で石灰岩で有名な場所あるん、知ってますかあの昔の映画で、あの須田将暉という人、知ってるかな須田将暉さ,さん。で須田将暉さ,さんのあの奥さんって誰やったのか、ちょっと名前忘れましたけれども、その方と、なんかね、初めてドラマ、主演ドラマで出て、あ小松菜奈って言うんですか。であの バイクでバーンと爆走したシーンがあって、あったらしいんです。先生、見てないので分かんないけど、そこで、あのね、青い、ちょっと想像して、青い海に真っ白な岩肌の島があると、そういうのを想像してください。あの先生、こんなね、図鑑持っていてね、石ころ図鑑っていうのがあって、でそこにちょっと載っていたんだよこれ 白崎海岸といいます。えっと、由良町って言って、白浜よりもちょっと手前かな。で、えっと、こんな感じね。あの、ズームの画面ね、あの先生の画面タップする。でかく見えますのでね。あ、ちょっと共有キロか。こんな感じ。で、 えー、白い岩肌のところ、あのー、日本の英華海と呼ばれているところですね。ぜひ行ってみてください。あ、行ったことあるんだね。そう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 。ぜひ、ほんでね、台風でえらいことになってね、あのー、 F でえらいことになってて、もともとは、ね、あの宿泊施設もあったんですけども、今どうなってるんだろうね。なんかもう壊滅状態になった時があって、今あの公園自体は復活したそうなんで、もし興味があったら行ってみてください。さて、最後 C ですね。え火山灰。 まあ教科書とかによると火山噴出物って書いてるかもしれません。あ間違えた間違えた。書くとこ間違えました。ここここ。火山灰。もしくは、えー、火山噴出物ですね。で、それが固まってできたものを、ちょっと漢字ややこしいので、気をつけて書いてね。 二水に疑うって書きます。業界岩と言います。業界岩。灰が固まってできた岩というものですね。はい、ここまでいけましたか では、今までの流れをおさらいしていきます。どうやったら岩辺が堆、えー、積岩になっていくかっていうのを見ていきます。で上の表の A の場合を、えー、イメージしながらいきましょうか。まず、マグマが固まってできた火星岩が空気や 水とか雨の影響で、えー、何したりか風化したり川の何とかの働きによって岩辺になる。書ける人はもうどんどん書いていってね川の浸食の働きで、まあ、削られて小さな岩辺になります。 2番、その岩片が川の働きである運搬によって川下に運ばれて大きくて重いものから順に堆積していきます。ここまでが前回の。 流れでしたで今日はその先をしてました、えーと。砂とかね、別に積もってるだけではいつまでも砂ない。けれども、ガチガチの岩になるためには、その砂と砂の粒の間に糊みたいなものが入って、その糊が固まって、初めて岩石になるわけですね。で、何という糊かというと、 先ほど出てきた炭酸カルシウムとか粘土。まあ、粘土っていうのは泥の成分のさらに細かなものです。これらが間に入ってセメントのようになって固められるみたいです。こういうのを専門用語で属性作用と言います。 セメントみたいにカチカチにチチなるっていうの、ね、まあちょっとイメージ違うけれどもあれみたいあのお茶碗にひっついたご飯ってほっといたらカチカチになるでしょあんな感じ。なんか洗う時ひっついて取れやんやんあんな感じ。それからこういう過程でできた岩石のことを堆積岩と言います。 では最後にもう一度振り返りをしたいと思います。花崗岩と砂岩を例にとって、火星岩と堆積岩の違いを比べましょう。火星岩というのは何が固まったのか。これはマグマが固まったものでしたね。堆積岩というのはその 火星岩が,が壊れてできた岩片が押し固まってできたものですで、岩片はもともとの火星岩でしたねで、こういった 花崗岩とかの中の模様、粒ぶのところをよく見てみると、こういった粒ぶの、えー、形をよく見てみると、角が丸いものっていうのは1個もありません。角張ってるの。だけれども、堆積岩のものは、コロコロ川を流れてくる間に丸くなります。ちょうどこ,こんな感じね。 こういう感じで丸くなりますね。で、この粒々自体、中の粒々自体も丸くなります。それから粒の大きさは、えー、上の方がいろいろなのに、下は大体い揃っているものが多い。で、化石に関しては、 火山,えー、と火山性のマグマが固まった方には絶対ありません。マグマの中で生きれる生き物がないからです。で、堆積岩の場合は、これは、あの、なんていうかな、石灰岩ですけれども、その石灰岩の中にいっぱい粒ぶが見えると思いますが、この粒ぶ、一個一個が生き物でえ、フズリナというものですね。これは、まあ、あの 白崎海岸のものではありませんけれども、白崎海岸と同じような石灰岩です。だから、あることもあります。はい、この感じ。では、えっと、残りの10分間は、今からねあの、本当だったら本物の、ね、岩石標本がここにあるので、それで見てもらったらいいんですが。 ちょっと手元にないので、えっと、標本の写真を以前撮ったので、それを見比べてもらいたいと思います。ちょっと画面変わるよ。こんなの多分届いてると思いますね。で、これを、えー、やっていきます。で、左上、ちょっとまあ,あ、やり方書いてあるので、聞きそびれた人はここを見ながらやってくださいね。下の方に6つの写真があります。6つの写真は先ほどの表に対応しています。 で、えっと、体積岩というのは ABC っていう主に3つの大きなカテゴリーに分かれたと思います。で、これをそれぞれ、ま,あ、まずは ABC ごとに分けてみましょう。で、分けた後、それぞれの,、えー、あの境界線のところに、まあ、自由にね、線を引っ張ってください。で、えー、なんという 物の集まりかというラベルも必ず書いてください。その後それぞれの写真拡大できます。今で写ってるのはデーガンですねで。右上の写真もさらに拡大すると、えー、顕微鏡とかルーペで観察したものがありますので、よく観察してください。でそこから分かってきた特徴を青色のカードにそれぞれの写真ごとに、えー、青色のカードを つけてくださいこんな感じでね。で次に3番目、この近く、写真、それぞれの写真ごとに、えっ、ー、と、今日の授業で習って初めて知ったこととか、もともと知ってるよっていうような情報を集めて、えー、書いていってください。これを全部の6個の写真でやってください。で、全部できたら、あの、 ロイロンに提出をしてください、はい、残りの時間は約10分ぐらいですけれども残りの時間はそれをしてやってください。で、もうズームはここでおしまいです。はい。ということで、えー、と皆さんとは来週月曜日にお会いしますので皆さんは元気でお過ごしください。